20世紀が始まった頃、世界の覇権を握っていたのはイギリスでした。世界はイギリスの工業力と軍事力によって平和な時代を過ごしていたのです。そんな時に成立した国がドイツ帝国でした。ドイツ帝国はフランスと戦うことで成立したという経緯を持つ国なので、フランスが報復しに来るかもしれないと考えていました。なのでドイツ帝国は背後を固めようとします。ロシア帝国、オーストリア、ハンガリー帝国と同盟を結び、フランスとの戦いに備えたのです。しかしここで問題になるのがバルカン半島です。当時のバルカン半島には様々な民族が住んでいました。その中にはスラブ民族やゲルマン民族と呼ばれる人々も住んでいて、ロシアはスラブ民族を支援、オーストリアはゲルマン民族を支援していました。つまり両国は対立していたのです。ではドイツはどのような立場を取っていたかというと、ゲルマン民族を支援する立場を取っていました。こうなるとスラブ民族を支援するロシアとは仲良くできません。ということで同盟は解消されてしまい、ドイツとオーストリアが同盟を結んでいるという状態になりました。一方そんな時にイギリスとフランスはアフリカへの進出をお互いに認め合います。その国はお前にやる、代わりにこの国は俺にくれ、そのような取引を行っていたのです。しかしこれに困るのがイタリアです。当時のイタリアはちょうど間の地域に関心を持っていたので、これはまずい、仲間を作らなければと考えました。こうしてイタリアはドイツとオーストリアに接近し、他国から攻撃された場合に助け合おうという約束を交わしたのです。これが三国同盟です。さてこうして三国同盟が出来上がり、ドイツが力を増していきました。するとそこに立ちはだかるのが当時世界の覇権を握っていたイギリスです。イギリスはドイツの台頭を見て、このままではまずい、世界のバランスが崩れてしまう、そう考えるようになります。ということでイギリスはドイツに対する包囲網を作り始めました。まず最初にフランスに声をかけ、次にロシアに声をかけました。すでにロシアとフランスは同盟を結んでいたので、ここに新たな陣営が成立します。これが三国協商です。そんな時にバルカン半島で問題が起こります。バルカン半島にはボスニア・ヘルツェゴビナという地域がありました。この地域はオーストリアが欲しがっていた場所であり、ロシアが支援しているセルビアが欲しがっていた場所でもありました。そんなボスニア・ヘルツェゴビナをオーストリアが併合したことにより、勢力の均衡が崩れてしまったのです。バルカン半島の情勢は不安定になりました。しかもオーストリアの皇太子夫妻がボスニアの首都サラエボを訪問することになったので大変です。これを聞きつけたセルビア人の青年が皇太子夫妻を暗殺すると考えてサラエボに向かいました。オーストリア皇太子夫妻が訪れたのはサラエボ市庁舎。2人は市庁舎を後にして車に乗り、次の目的地へと向かっていきます。その移動中に皇太子夫妻はセルビア人の青年によって殺されたのです。皇太子夫妻を殺されたオーストリアは悲しみに包まれていきました。そして考えたのがセルビアへの報復です。しかしもしセルビアを攻撃すれば、セルビアを支援しているロシアが干渉してくることが予想できました。そこでオーストリアはドイツに手紙を出し、セルビアに報復したい、もしもロシアが干渉してきたら助けてほしいと援助を要請したのです。この時のドイツは話し合いで解決できるだろうと考えていましたので、これに同意。しかしオーストリアは話し合いで解決する気はありませんでした。こうしてオーストリアがセルビアに宣戦布告して戦争が始まったのです。このままではほぼ確実にセルビアが負けます。そうなるとロシアが黙ってはいられません。ということでロシアは全軍隊を動かし始めました。あとはドミノ倒しです。ドイツはロシアに対して動員を中止しろと要請しましたが、それが受け入れられないと知ると宣戦布告。するとロシアの同盟国であるフランスも巻き込まれて全軍の動員を開始。ドイツはフランスにも宣戦布告します。こうして一気に規模が拡大し、全ヨーロッパを戦争に巻き込んで史上空前の戦争が始まりました。第一次世界大戦です。まず最初に動いたのはドイツでした。ドイツは西にフランス、東にロシアという大国に挟まれた位置にある国です。この頃の戦い方は短期間に大軍を動かして敵を叩き、戦闘意欲を失わせて勝つという戦い方でした。なので軍勢を分けるのはよくありません。ということでドイツはまず西側に大軍を動かしてフランス軍を包囲殲滅し、
その後に東側に動かしてロシアを攻撃するという作戦計画を立てていました。しかしフランスとの国境にはたくさんの要塞が作り上げられており、突破は困難です。ということで北側にあるベルギーを通ってフランスに行く作戦が立てられました。ですがベルギーは中立国なのでドイツの通行を許可しません。とはいえドイツ軍にとっても1分1秒を争う戦いです。説得なんてしている暇はありませんでした。ということでドイツ軍は中立国であるベルギーに侵入。ここで出てくるのがイギリスです。ドイツに対してベルギーの中立を守れと勧告しましたが、ドイツは歩みを止めません。こうしてイギリスはドイツに宣戦布告、ベルギー救援のために軍勢を出しました。さて主な国々が出揃いました。いろいろと呼び方はありますが、ドイツ・オーストリア陣営を同盟国、ロシア・フランス・イギリス陣営を連合国と呼びます。ここで疑問に思うのが、イタリアは同盟国側だったのではないかということだと思いますが、そもそも同盟は他国から攻撃された場合に助け合おうという約束でした。今回はオーストリアから宣戦布告したのでその対象外であるとして中立の立場を表明し、イタリアは参戦しなかったのです。話を戻しましょう。西側に向かうドイツの進軍は素早いものでした。ドイツの戦略は論理的なものだったので、フランスの精神論的な戦略ではドイツ軍を止めることはできません。フランス・イギリスの連合軍は後退していき、ついにドイツ軍がベルギーを占領、次はフランス領内に侵攻しパリへと迫っていきました。しかしここで問題が起きます。ドイツの東側では予想していたよりも早くロシア軍が国境を越えてきていました。しかも極東では日本が連合国側で参戦を表明。こうなるとロシアは日本対策で極東に配置していた兵力を引き上げてヨーロッパの戦いに投入することができるようになります。ドイツとしてはまずい状況です。西側にある戦線を西部戦線、東側にある戦線を東部戦線というのですが、ドイツはロシアに対応するために西部戦線から東部戦線に兵力を分散させざるを得なくなりました。早くもドイツの計画は頓挫してしまったのです。この時東部戦線の軍勢はドイツ軍が15万人、ロシア軍が20万と20万で合計40万人といった感じで、ロシア軍が数で圧倒していました。普通に戦っていたらドイツ軍は負けます。そこでドイツ軍はまずは急いで南側のロシア軍を包囲殲滅し、その後に東側のロシア軍を倒すことにしたのです。この作戦が見事成功。2倍以上の軍勢を持つロシア軍にドイツ軍は勝利を収めました。一方西部戦線の戦いに目を移すと、ドイツ軍は相変わらずパリを目指して快進撃を続けていました。しかしここでも問題が起きます。予定としてはパリの南側を大きく回りフランス軍を包囲殲滅するという予定だったのですが、先ほど言ったようにドイツ軍は東部戦線に予定外の援軍を出していました。そのため軍勢が少なくなっており弱点になっていたのです。ということで予定を変更し、弱点をカバーするため早めに旋回を始め、パリの北側を小さく回りフランス軍を包囲殲滅することにしました。しかしこの作戦変更によりドイツ軍は側面をイギリス・フランス連合軍にさらすことになります。連合軍はその隙を見逃しませんでした。側面を見せていたドイツ軍に対して連合軍は総攻撃を開始、2つに分断したところにすかさずイギリスの軍勢が入り込み、ドイツの進軍を食い止めたのです。こうなるとドイツは進めません。計画が狂ったドイツ軍は撤退を開始、ついにドイツ軍は防御の構えを取り始めます。敵の銃撃から身を守るため人が通れるくらいの穴を掘り始めたのです。こうして西部戦線の特徴である塹壕戦が始まりました。塹壕戦というのは穴を掘ってマシンガンを据えるという戦い方です。連合国側の塹壕と同盟国側の塹壕があり、その中間地帯は無人地帯と呼ばれ鉄条網が張り巡らされていました。塹壕戦では基本的にまず砲撃を行ってその次に突撃をするという戦いが行われます。しかし穴を掘ってできた塹壕によって砲撃の効果は薄く、突撃すると機関銃の餌食になるという防御側に有利な戦い方でした。そうなると両軍ともに考えることは相手の側面から背後に回り込もうということです。こうして塹壕はどんどん伸びていき、最終的にはスイスから海まで構築されて西部戦線は膠着、戦いは長期戦となっていき、たくさんの人々が突撃を繰り返しては死んでいくという悲惨な戦いが繰り広げられていきます。こうして戦争は行き詰まりました。
この膠着状態を打開するために新兵器が次々と投入されていきます。ドイツが飛行船で空爆をしたと思えば、イギリスは飛行機で対応、ドイツが毒ガスを使用してきたら、連合国側も負けじと毒ガスを使いました。すると両軍ともにガスマスクをつけるようになり、このガスマスクの視界不良によってさらに歩兵の進軍は遅くなります。そんな時に情勢が変わります。オスマン帝国の参戦です。オスマン帝国はこれまでに何度もロシアに領土を奪われてきていたので、ロシアを恨んでいました。そんなオスマン帝国がドイツの快進撃を見ていたのです。この戦争はドイツが勝つ、そう感じたオスマン帝国は領土奪還のチャンスと捉えて、ドイツ側、つまり同盟国側に味方します。こうして戦場は地中海や中東の方にも拡大していきました。さて、オスマン帝国の参戦に困るのはロシアです。ロシアが海外とつながっている主要なルートはバルト海とウラジオストクと地中海の3つで、1つ目のバルト海ルートはドイツに封鎖されているため使えない、2つ目のウラジオストクルートは遠すぎるということで、重要だったのは3つ目の地中海ルートでした。しかしオスマン帝国の参戦によりそこも封鎖されてしまったのです。なんとかしなければ、そう考えたロシアはイギリスに助けを求めます。イギリスといえば当時世界一の海軍を持っている国です。その海軍力を使って地中海ルートの海峡を強行突破してもらおうと考えました。この作戦にはフランスも加わりましたが、うまくいきません。オスマン帝国も対策として機雷を仕掛けており、これらの機雷によって船が沈没すると、イギリス・フランス連合軍は作戦を海から陸に変更しました。しかし陸での戦いでも突破することはできず、結局ここでも崖を挟んで塹壕戦、崖の上と崖の下で戦線は膠着化して、上陸作戦は失敗に終わってしまいます。今海の話をしましたが、第一次世界大戦が始まる前、世界では潜水艦が開発されていました。この頃の潜水艦はそこまで長く移動できません。なので偵察などの補助的な役割しかできないと考えられていました。しかしいざ第一次世界大戦が始まってみると、そうではないことが分かってきます。ドイツの潜水艦が自分よりも大きな船を何度も撃沈したのです。これを脅威に感じたのがイギリスです。ということで、イギリスは潜水艦対策としてイギリス周辺の海に機雷を設置、周辺を通るドイツの船を撃沈し、ドイツに荷物を入れさせないようにしました。海上封鎖により兵糧攻めを行い、ドイツを経済的に追い詰めようとしたのです。こうなるとドイツは食料不足が激しくなって大きな打撃を受けていきます。イギリスの海上封鎖は違法だ、違法には違法で対抗するしかない、そう考えたドイツは経済封鎖に対抗して近くの水域を戦闘水域にして、ここを通った船は警告なしで潜水艦によって攻撃すると宣言しました。無制限潜水艦作戦です。しかしどんな作戦にも正の側面があれば負の側面があります。この場合の負の側面というのは民間人を巻き込む可能性があるというものでした。なぜなら当時の潜水艦には軍艦と民間船を区別する余裕はなかったからです。そんな時に撃沈されたのがルシタニア号です。この船はイギリスの豪華客船でしたが、アメリカ人が約100人乗っており、ドイツの潜水艦はその船を撃沈してしまったのでした。これをきっかけにアメリカの国民はドイツを敵として認識し、参戦論へと傾いていくのです。さて、陸の戦いと海の戦い、どちらも膠着するようになったので、両陣営は中立を守っていた国々を味方に引き入れようとし始めます。こうして注目が集まっていくのがイタリアです。先ほど言った通り、イタリアは中立の立場を取っていました。しかしイタリアには悲願がありました。オーストリアの領土内にイタリア人が住んでいる地域があり、この地域を統一したいと考えていたのです。この願いを知っていた連合国は、戦争に勝ったらその地域をあげるよと言って陣営に誘います。こうしてイタリアはオーストリア・ハンガリー帝国を相手に宣戦布告、連合国側に加わります。一方、同盟国側に加わった国もありました。ブルガリアです。セルビアの南側の部分が欲しいと考えていたブルガリアは同盟国側に立って参戦。これによってセルビアを3方向から攻撃する作戦が可能になりました。こうして同盟国はセルビアに侵攻、セルビアは同盟国の手に落ち、分断されていた同盟国は陸地でつながったのです。ここでドイツに目を向けてみましょう。西部戦線の塹壕戦が長く続くと見越したドイツは、防御に必要な兵力を残しつつ兵を東部戦線へと向かわせていきます。
この軍勢を使ってドイツは東部で大攻勢を仕掛けていくのです。どんどん前線を推し進めていき、ロシアの領内に侵攻。この戦いでロシアは多くの兵士と土地を失ってしまいました。しかしご存知の通り、ロシアの領土は広大です。そんなロシアを相手に戦っていたら、極東まで戦い続けなければいけません。さすがにそれは現実的ではない。となると決戦の場はやはり西部戦線だと考えられました。こうしてドイツは東部戦線の兵力を西部戦線へ送ります。しかし兵力を動かしたとしても、西部戦線でのドイツ軍の数的劣勢は変わりません。ということでドイツは一つの拠点を選んで集中的に攻撃し、大打撃を加えようとしました。こうして狙われたのがベルダン要塞です。このベルダン要塞をめぐる攻防は激しく、両軍合わせて70万人以上の戦死者を出しました。これは1分間に1人の兵士が死んでいるという割合で、ベルダンに到着した交代の兵士が塹壕に入った時、そこには引き裂かれた人間の肉の大きな山があるという惨状でした。両軍ともにもはや何が目的かを見失い、戦争のための戦争となっていたのです。5ヶ月にわたるドイツ軍の攻撃に連合軍は反撃を続けていましたが、東部ではロシア軍が、西部ではイギリス軍が戦いを始めたことにより、ドイツ軍はその対応に回されていきます。こうして作戦は事実上打ち切り、勝敗不明のままベルダンの戦いは収まったのです。それでは今お話しした東部と西部の戦いを順に見ていきましょう。まずは東部の戦いです。少し時間を戻して説明すると、ベルダンへの攻撃を受けてフランスはロシアに援助を要請します。東部戦線で攻撃を仕掛けてもらい、西部戦線のドイツ軍の戦力を分散させようとしたのです。ドイツとしてはオーストリアが戦ってくれるだろうと思っていたのですが、この頃のオーストリアはイタリア戦線に兵力を割いており、東部戦線は弱点となっていました。このタイミングでロシアは攻撃を開始、失っていた領土を一部奪還していきます。対するオーストリアは慌ててイタリア戦線から軍を移動させ、ドイツに助けを求めますが、時すでに遅し、オーストリアは大打撃を受け、もはや再起不能に追い込まれてしまいました。こうしてオーストリアは帝政崩壊へと向かっていくのです。しかし西部戦線からドイツの軍勢がやってくると、ドイツの反攻によりロシア軍は撃退されてしまいます。ロシア国内でも民衆の不満が募り始めており、帝政崩壊が近づいてきました。次に西部の戦いです。こちらも少し時間を戻して説明します。もともと西部戦線ではイギリス・フランス連合軍によってドイツ軍が構築した塹壕戦を突破する作戦が立てられていました。しかしドイツ軍がベルダンを攻撃してきたため、フランス軍はその対応に回らなければいけなくなりました。なので作戦はイギリス軍が主力となって、それをフランス軍が支援する形で進められていきます。毒ガス兵器では戦線の膠着を突破できなかったということで、イギリスは戦車を生み出しました。しかし初めての運用だったこともあり、効果的な使い方が確立しておらず、決着をつけることはできていません。とはいえ戦車が鉄条網をものともせずに進んでいく様子を見て、塹壕戦において有効だというデータは取れたので、これ以降戦車の実用化が目指されていきます。陸での戦いはそのような状態でしたが、同じ頃に海でも戦いが行われました。戦況を打開するべくドイツ海軍が出撃、対するイギリス海軍は暗号を解読してすでにこの出撃を知っていたため、これを迎え撃つために出撃。こうして約250隻の艦船によって第一次世界大戦中最大の海戦が行われました。イギリスは事前に情報を得るという有利な立場にいたものの、連絡の不備などでそれを活かせず、ドイツ側の2倍の損失を被っており、対するドイツ側もイギリス艦隊の優位を覆すことはできず、海上封鎖を解くこともできませんでした。結局ドイツ側が引き上げる形で1万以上の死者を生んだ戦いは終了。イギリスの経済封鎖は依然として変わらず、最初で最後の大海戦となりました。経済封鎖は変わらなかった、それはつまりドイツでの食糧難を意味しています。このままではいつかドイツに限界が来ることは誰の目にも明らかでした。こうして徐々に追い詰められてきたドイツは無制限潜水艦作戦の再開を考え始めます。そっちが兵糧攻めならこっちも兵糧攻めだ、商船を沈めて輸入できなくしてやる、そう考えたのです。しかしこれに反応したのがアメリカでした。すでにアメリカはドイツの潜水艦による攻撃でルシタニア号を沈められており、無制限潜水艦作戦に敏感になっていたのです。もちろんドイツもそれは理解しています。
しかしアメリカが参戦したとしても、その軍勢がヨーロッパに到着する前にイギリスを倒すことができると判断し、無制限潜水艦作戦を再開したのです。こうなるとアメリカが黙っていません。当時アメリカ大統領だったウィルソンは基本的には平和主義者でした。しかし彼を怒らせる出来事が起こります。ドイツの電報が流出したのです。そこにはドイツはアメリカを中立に保つよう努力する、これが成功しない場合には我々はメキシコに同盟の提案を行うと書かれていました。要するにアメリカが連合軍として参戦してきたらメキシコを同盟軍に引き入れようと考えていたのです。しかもメキシコに対してはもしも勝てたらアメリカの領土を一部やるという条件でした。この電報に激怒したアメリカはドイツに対して宣戦布告。ついにアメリカが動き始めます。無制限潜水艦作戦によってアメリカが参戦したものの、すぐに軍勢は到着しません。その間もドイツの潜水艦は地中海で大きな戦果を上げていました。連合国としてはまずい状況です。なんとかしてドイツの潜水艦を止めなければなりません。ここで注目されたのが日本の存在でした。ちょうどよくイギリスは日本に対して駆逐艦隊の地中海への派遣を依頼しており、これを日本は引き受けて地中海へと向かっていたのです。こうして到着した日本の艦隊はイギリスの指揮のもと商船の護衛活動に従事、その他にも救助活動に当たるなどして連合国側からは非常に高い評価を得ました。日本の活躍もあってドイツ側の兵糧攻めでイギリスを屈服させるという作戦は破綻したのです。長く続く戦争によってどこの国でも国民の不満が蓄積されていました。戦争が始まるとまず軍が徴兵を行います。すると労働力が不足しますが、戦時中に最も優先されたのは軍事的な工場です。ということで残った人々は工場で働かされ、長時間労働が続いていきます。となると農作物は育たなくなっていくし、労働者の不満が蓄積されます。こうして食料を求めたデモや暴動が発生していくのです。特にデモや暴動が激しかったのがロシアでした。首都ペトログラードでは多くの人々がパンをよこせと叫んでストライキが発生。軍隊を鎮圧に向かわせたら、その軍隊までもがストライキに合流してしまいます。もはや収拾がつかなくなっていました。労働者たちは臨時政府を組織してロシア皇帝のニコライ2世に退位を迫ります。すでに皇室への忠誠心は失われていたのです。こうしてロシアのロマノフ王朝は滅亡、ロシアの帝政は崩壊しました。ロシアに臨時政府が成立した。ここで登場するのが当時スイスに亡命していたレーニンです。レーニンは臨時政府が成立したロシアをもう一度ひっくり返したいと考えていました。そこでレーニンはドイツに接触し、ドイツ国内を通らせてもらいます。ドイツはレーニンを利用してロシアに戦争をやめさせようと考えていたため、その通行を許可したのでした。こうしてレーニンが到着したロシアでは相変わらず民衆の不満が爆発していました。パンをくれ、戦争反対、そのようなことが叫ばれていたのです。これに注目したレーニンはパンと平和を約束して人気を獲得していき、労働者たちを率いて武装蜂起、ロシアはまたもひっくり返されてレーニンによるソビエト政府が樹立されました。これがロシア革命です。ロシア革命は世界に大きな衝撃を与えました。今まで学者の空想と思われていた社会主義の国がついに現実のものとなったのです。ソビエト政府が樹立するまでは世界は資本主義で動いていました。資本主義では個人が資本、つまり土地やお金などを持つことができます。この土地やお金を持っている人たちを資本家と言い、資本家が労働者を雇って物を作らせて売る、代わりに資本家は労働者に給料を払うというシステムでした。これが資本主義です。しかしこの資本主義には資本家が儲かってどんどんお金持ちになり、労働者は安い給料で働かされるという傾向がありました。そこで学者たちが考えたのが社会主義です。社会主義では個人が資本を持つことはできず、国が管理することにしています。そして国が計画を立てて、国民はそれに従って物を作って売る、代わりに国民は平等に給料が支払われる、このようにして貧富の差がない社会の実現を目指す考え方が社会主義です。ソビエト政府はこの社会主義を世界で初めて実現した国でした。こうして成立したソビエト政府は休戦に合意、後に講和を結んで第一次世界大戦から離脱します。こうなるとドイツは東部戦線を気にせずに西部戦線に全力を集中できるようになりました。となると困るのはイギリスとフランスです。今東部戦線が崩れたらまずい、
東部戦線を再興させよう、そう考えます。こうしてイギリスとフランスはロシアの西側ではソビエト政権に反発するロシア人たちを支援し始め、ロシアの東側では日本とアメリカに対してシベリア出兵を呼びかけました。さて、参戦を決めたアメリカですが、参戦するとなるとその立場も変わります。これまでは世界平和を呼びかけていたウィルソン大統領でしたが、戦争に参加したことによって、勝つことによって世界平和を実現するしか道はなくなったのです。ということでウィルソンは独自の和平案を考えて連邦議会の演説で発表しました。14か条の平和原則です。その中では秘密外交の禁止、海洋の自由、経済障壁の撤廃、軍備縮小、民族自決、植民地問題の公正な解決、国際組織の設立といった戦後の世界が向かっていく方向性が宣言されており、この14か条の平和原則は後の世界に大きな影響を与えていきます。話をヨーロッパに戻しましょう。東部戦線の崩壊を受けて、ドイツは西部戦線へと大攻勢を仕掛けていきます。ドイツの狙いはまず先に強力なイギリス軍を海まで追い詰めて倒して戦争継続の意思を奪うことにありました。そうすればフランス軍は自然に降参するだろうと考えたのです。こうしてドイツ軍は進軍を始めて前線を押し上げていき、イギリス軍とフランス軍の分断を目指していきます。連合軍もさすがにこれはまずいと思ったのでしょう。これに対応して統一司令部を結成、指揮系統を一つに統一して行動を取るようになっていきます。ついでドイツ軍の攻撃が北に転じると、イギリス軍は背水の陣でなんとか持ちこたえ、さらに攻撃が南に転じるとドイツ軍は前線を押し込んでパリに迫るかの勢いで進軍していきました。そんな時に到着したのがアメリカ軍です。これまで戦い続け疲弊しているヨーロッパの軍勢からすると、健康で無傷なアメリカの軍勢の到着は精神的に助けられるものでした。こうして連合軍の反撃が始まります。アメリカ、フランス、イギリスの戦車、戦闘機、爆撃機を使った攻撃に加えて、栄養不足で疲れ切っていた兵士の中ではインフルエンザが流行、ドイツ以外の同盟国は疲弊してしまっており、もはやドイツ軍には打つ手はなくなってしまったのです。こうして同盟軍は崩壊していきます。オーストリア、ハンガリー帝国内部では各民族が反発を始めており、とうとうアメリカに講和を訴えて帝政は崩壊。オーストリアだけではありません。ブルガリアが休戦に調印すると、オスマン帝国は補給路が切断され、戦争の遂行が困難になり、後に帝政は崩壊、残るはもはやドイツだけとなっていました。こうしてドイツも休戦に踏み切ることを決定するのです。しかしこれに反発したのがドイツの国民です。戦況が不利になっていることは薄々感じていましたが、ドイツ軍が負けているということは多くの国民に知らされていませんでした。ドイツの北側にあるキール軍港では、海軍の水兵1000人が出された出撃命令を拒否、反乱を起こします。これをきっかけとしてベルリンで労働者が蜂起し、社会主義運動の広がりの中でドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が退位、ドイツ帝国も崩壊し、ドイツ共和国が成立しました。こうしてドイツも休戦に調印、予想を超えて長期化した第一次世界大戦はこうして終結しました。さて、各国の思惑が交錯する中、パリ講和会議が開かれます。主要問題の討議はアメリカ、イギリス、フランス、イタリア、日本、この5大国によって進められました。それぞれの国には重要課題があり、アメリカは国際連盟の創設で、フランスはドイツ軍を再起不能の状態にすること、イギリスは大英帝国とイギリス海軍力の維持、イタリアはイタリア民族が住んでいる領土の要求、日本は中国問題を重要課題としていました。中でも講和会議をリードしたのはアメリカで、ウィルソン大統領はすでに宣言していた14か条の平和原則に従って民主主義、平和主義的な外交を目指していきます。こうしてヨーロッパから世界各地に戦後復興とともに国際協調の波が広がっていくのです。一方ドイツは敗戦国として会議に参加することは許されず、まとまった条件を提示され受け入れるしかありませんでした。そんな中で完成した講和条約は、ドイツに対して領土や軍備の制限のほか、巨額の賠償金を課するという過酷なものだったのです。ドイツ国内でも受諾すべきかどうか論争が起こりましたが、拒否しても戦争を継続する能力がないとして受諾、ベルサイユ宮殿鏡の間でベルサイユ条約が調印されます。この調印が行われた日はサラエボで銃声が響いたちょうど5年後の6月28日、長い戦争がこうして終わったのです。